鹿児島国体1回戦花巻東1から9履正社2023年10月10日平和リース花巻東岩手和東か鹿児島国体の1回戦で履正社と対戦し1・9で敗れた写真7回コールド負けを喫した花巻東の佐々木効果を歌う履正社9を見つめる今秋ドラフト1位候補の花巻東 岩手・佐々木麟太郎内野手18は3番・1塁で3打数無安打。夕頃閉殺・空三振・四球で最後は二塁走者の判断ミスによる右頃で高校最後の打席を終えた。試合後、米国の大学に留学する意向を示した。ドラフト戦線の目玉としてこの秋、その進路に最大の注目が集まっていた。 今回の決断に至るまで、最後の最後まで悩んだ、という佐々木凛。野球選手として未熟だと思っていますし、さらに上を目指せるように練習していきたい。広い世界で学んでいきたいと思いました。人生を考えて決断しました、と留学を選択したことについて力強く語った。現段階ではアメリカに行くことを決めた。次のステージに上がれるように考えている。 どの大学に進学するかは決めていないという。父でもある佐々木洋監督も野球だけじゃなくて多くのことを学んでもらいたいと後押し OB の菊池雄星ブルージェイズ大谷翔平エンゼルスら卒業生から聞いた話も判断材料の一つですと説明した高校通算本塁打は歴代最多の140本を誇る左のスラッガー。 メジャーで活躍を続ける菊池雄星、大谷翔平が育った花巻東で父、洋監督の下、一年次から主力となり、前例を見ないペースで本塁打を積み重ねた。今回の甲子園大会の準々決勝で仙台育英、宮城、に敗れた際、今後の進路については、まだ全く考えられていない。今後、どう歩んでいくのか決めていないので。 岩手に戻ってから決めると思いますと話していたその後は大学球界の強豪で知られるバンダービルト大の施設見学などのために渡米さまざまな可能性を探っていた現地では複数の大学に加えメジャー球団の施設環境なども視察したとみられる進路に関してはプロ入りか米留学も含めた進学か さまざまな選択肢から熟考して決断に至った。プロ志望届の提出期限は10月12日で、ドラフト会議は26日に開催される。プロ志望届4年5月に、従来の退部届に代わり、プロ野球志望届、制度を設けることが決まった。プロ入りを希望する部員は所属連盟へ、プロ志望届の提出が義務付けられた。高校生、 大学生ともに提出期限はドラフト会議の2週間前で、今年は10月12日が締め切り日。提出者は高校生は日本高野連、大学生は全日本大学野球連盟が公表する。提出し、仮に指名されても、拒否して進学することも可能。佐々木林太郎、佐々木林太郎、2005年、平17、4月18日生まれ、 岩手県出身の17歳。幼少時から譲り子スポーツ少年団で野球を始め、譲り子中では金ヶ崎リトルシニアに所属し、エンゼルス、大谷の父、徹監督から指導を受ける。父、佐々木洋監督が指揮を執る花巻東では1年春からベンチ入りし、2年春に甲子園初出場。1メートル8万4113キロ、右投げ左打ち。